まあ、スカイピース、イエーイということでですね、今、原宿のもう絶対若者が来ない外国の方とか、ちょっとこわもてのヤンキーとかしかが来ない場所にいるんですよ。ほら、もう今のパッチン聞こえました。挨拶だよ、今のただの挨拶。車がこの近さで通る。あの人、やっと家族を見つけました。3回往復してた理由は家族を待っていました。外人さんとこわもてのお兄さんしか通らないような裏路地があるんですね。ほら、見て、後ろの、うわ、治安悪い。治安が悪いところにしか貼られないし、そんな原宿の裏路地で話しかけられるまで帰れません。ちょっと涼しいんですけどね、この企画って。いや、話しかけられるって何？あ、何でしょう。最後まで見てくれてありがとう。いや、はやー、ワールドはやー、めっちゃ奇跡だよ、こんなところにしてくれてる人が通るなんて。この後もあるから見てね。次回のスカイビーさん、原宿のワタアメ買ってたらジンタンがついにぶっちぎれました。そんじゃまた明日もよろしく。ナイス。タイミングぴったり。いや、全然ぴったりのタイミング。ぴったりだったよ。いくつですか？ぽい。あ、1個下だ、ちょうどいい。ぴったりだ、ぴったりだ。ぴったりもよくわかんないけど。動画撮って今話しかけられるまで帰れませんっていう動画撮って、話しかけてくれたんで、やっと俺たち帰れるんで、やっと帰れます。さっきチラッと見つけて、で、向こう行ったと。鼻でも鼻見ちゃった。でもやっぱり一人だし、なんか動画も撮ってそうだし、申し訳ないなって思ったけど、やっぱりでも私は好きだ、好きだって言って戻ってきて、でも写真撮ってくださいって言ったら、すいません。原宿の表の方で写真を撮ってくださいみたいにごちゃってなっちゃって、迷惑かかっちゃって、今日写真は NG にしてて、ハグとまでなら、いや、もうとしないっす、俺は。ここに座りな。この痛いとこで正座な。ダメ、お前らまた来たな。やめて、今話してっから、今女の子と。見ていいやだよ、恥ずかしいね。全然、ほら、あ、恥ずかしい。わ、可愛らしい女の子。待って、お前たちは。どうぞ。いやいや、もうゲストみたいに呼ぶな。今、知らない人と知らない人がここで会ったんだよ。体育の履修を抽選外れて合気道やることになったんです。すごいですね、合気道。合気道かっこよくないですか？極めますよ。でも何の企画ですか？誰かに話しかけられるまで帰れませんで、ね、4日と22時間にしてやっと話しかけてくれた女性。女神って呼んでる。女神みたいな。全然カットしてほしい部分があれば。全然、バンバン行きます。ちなみに大丈夫なんだ、女神だもん。だってもう、だってもう髪質とか女神だよね。超綺麗、超綺麗とか地味褒めんな。え、この後なんか予定あるんですか？何も。家帰るだけですか？え、この後なんか予定あるの？何もないです。うわ、暇人だな、お前。そこなんだ。いけるじゃんとかじゃないんだ。暇人だなっていう。山本さん、ね、動画そのまんまですね、結構。あ、本当にやん。作ってないから。裏表やったらあんなテンション疲れるわ。原宿って結構こんくらいから店閉まり始めるの？いや、俺全然わかんない。俺2月出身なんですよ。上京してきた。群馬県出身で、なんか俺上京してきた。え、俺来た来た。え、どこ？2人これで一緒だったら。群馬のどこ出身？群馬、桐生。あ、桐生。俺吉岡町なんです。ちょっとわかんない。調布出身ねえの？調布出身ねえ。新潟しかいねえよ。新潟しかいねえ。ちょっとバカにしないから。これ何？1対5の合コン？1対5の合コンじゃない。誰が女神を売るのか。こっち結構チャンスじゃない？すごいな。いや、すごいよね。俺がすごいっすよ、マジ。俺がすごい、お前はすごくねえぞ。別にすごくねえぞ。お前すごくねえぞ。新潟なだけだぞ、すごいの。新潟バカにしないから。新潟でむしろ褒めてるだろ。これからどこに帰るの、みんな？東京に住んでる。確かに。暴走族来た。何なんかと思ったよ。一番好きな YouTuber 誰ですか？エキトラ。あ、エキトラ。お前、あー、よく来た。こいつ、俺のこと好きって言ってただろ。新潟壊すぞ。弟に自慢してやってくれよ。超自慢で、超自慢します。映る？え、マジいいんすか？全然映ってよ、俺たち的には。俺たち、トマ顔にいるから。え、いや、顔めっちゃにやけてるから。ほら、え、マジっすか？テオくんの背中だ。ブンブンハロー、YouTube。 やったこれ。ヒカキンさんに謝ってくれよ。彼氏いるんですか？女神は彼氏いるわ、そりゃ。一人暮らしですか？うわ、一人暮らしで彼氏いるってことは、もう今夜もうすっごいゼウス現れる。ゼウスと女神がベッドの上でも神だ、神。この動画のオチは何だ？女神が話しかけてきた時点で終わってる。
エンディング後なのこれ。1分で本編終わって、これエンディング後が7分あるから。うわー、そういうパターンだ。メガネついたら分かんないよね。分かります。ほんとか。女神には何でも女神にはもうお見通しなんだ。チンチンしか見てない。メガネとか関係ない。下ネタやめて、女神に。あのチンチン、女神に違う。チンチンだ。大爆笑。大爆笑。腹抱えて笑っちゃった。最高っすわ。すいません、時間取らせて。女神の時間が俺一番不安だよ、心配だよ。俺たち、あ、全然全然全然。いつまででも大丈夫。いつまででも大丈夫。多分相当後悔してる子。あん時話しかけなきゃ膝が割れちゃう。膝が割れちゃう。ここで正座してるんだもん。もうね。じゃあまた明日にしましょうか。明日は集まるんだね。よーっ、お疲れ様でした。